今日はですね、金山の南月来ております。この南月はもともと日比野にあって、で日比野六番町にあった焼肉屋さん で、創立どうだろう、もう何十40年とかになるのかな。で堀田に移って、そこから、今金山にまた移転して、歴史ある焼肉屋さんです。じゃあ今日はここへちょっと、食事をしていきたいと思います。はい、行きましょう。あ、見てください。あ、あれ新熱を取る女の今日あれ今日なんでそこは横澤さん、あれ、なんで偶然、ちょっと待って、偶然来たら、みんな、なんかし、ゲットオーバーメンバーあれあれこれ今日、なんでえあれ会長がなんでいや、今日は、なんかご飯食べてえ、今日何よ、あれちょっと、おいお前、飲めると、これ、あ、今日一緒か。すみません。これ呼ばれてないよ。すみません、課長、やってました。内緒で。はい。天下の何月で。天下の何月で。今日紹介を。ここで、あ、ってことは、この村瀬もみんな、横田さん、みんなメンバーで。ってことは。ってことはですね、はい、会長、はい、ビール来ました。ありがとうございます。じゃあ皆さん工事おめでとう。ありがとうで、柴田これさ、今さ、これベルトがあるってことは一人、実はですね、このカメラを撮ってるのは撮れなかったやつなんですよ。カメラがあれ4回ですね、4回です。はい、カメラがあれめっちゃうまい、これ実は今日はですね、祝勝会と残念会です。これね、おいこれこれめっちゃうまい、これめっちゃうまい何回うーまあ、おいなんでもないこれ取り損ねないですな、天下を取り損ねないです天下を取り損ねないです。バターこれ、おい、出しはれ。今日はですね、紹介と残念会ということで、まあ、コーチは本当にもう今、ホワイトスキットエースとして頑張っております。エースになるはずが、並んでエースになるはずが、チャンピオンにもしゃりげない男。何回でしたっけ？4回です。5回、6回か。で、10回目だった。天下を取り損ねたんですよ。だけど会長あれ言いましたよ。会長がベルト2本取って、それに俺も習って、だからベルトとか、ちょっとベルト、ね、言ってましたよね。ちょっと、それを。ベルトを、1本も取ってないのに、ベルトを3本取って、返上したり。ということで、今日は何月で、祝勝会をやっております。何月さん、何月さん、
ナゲさん何かもらえますか？チャンピオンの、チャンピオンの、チャンピオンの、何かもらえますか？チャンピオン、サイン書いてる。金山に、もともと六番町から、日々の、六番町から、日々の、日々の、から堀田、そして、金山。金山に移った理由は、はい。あ、そうですか。南月の、すみません、いきなりですけど、僕はもうずっと子供、僕の子供がね、ちっちゃい子から来てるんで、めっちゃ美味しい、もう焼肉屋さん。すみません。なんか、金山のに移って、で、すみません、酔っ払って、宣伝をお願いします。はい、よろしくお願いします。金山の焼肉なんです。お待ちしてます。はい。ね、絶対美味しいから。っていうかもうみんな知ってるから。ね、で、月光板ご用達で。素晴らしい焼肉屋さんです。あとでまた写真なんかも、載せますので。はい、お願いします。ということで、今日は、南月でのご焼肉首相官でした。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。ザーッと。イエーイ今日の自分より明日の自分の今を乗り越えていこう。人生をゲットオーバー。